ベースモードでお願いします。はい、はい、はい、いつもご視聴ありがとうございます。本日私は自由が丘にやってきました。こちらすぐそこね、曲がると自由が丘の駅で、歩いて今5分ぐらい経ったんですけど、ここに行きます。すぐ見つけた看板があった K-1 ジムです。 K-1 ジムもう、東京にもたくさんありますし、全国にもあるんですけど、なんと自由が丘は女性だけのジムらしいんですよ。あ、看板が大きく出てますね。今日はがっつり運動する気持ちできたので行きましょう。こんにちは、お願いします。本日お世話になります、まりよこです。よろしくお願いします。お願いします。女性専用だと思ったから、スタッフさんも実は女性かと思ってました。あ、女性のスタッフもいるんですけど、はい、はい、今日は僕 の担当させていただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この名前お伺いしていいですか。K-1 ジム目黒に所属している、はい、プロのファイターのリキって申します。よろしくお願いします。現役の選手。そうです。すごい、現役の選手に教えてもらうっていうのは、はい、指名制度みたいなのあるんですか。そうですね、パーソナルとか自由が丘もやってるんで、はい、あんまりそういうジムってないと思うので、この選手に教えてもらいたいっていう要望もできるんですか。そうですね、いる選手であれば。あ、そうなんですね、すごいですね。リキ、はい、選手、はい、よろしくお願いします。リキ選手、すいません、ちょっと音を止めてもらっていいですか。はい。BGM 一旦ちょっと聞いてみます。そうなんです、BGM が使えなくて、おしゃれのカフェにいた。そうです、なんか歯医者みたいな。あー、こういうね、おしゃれな歯医者さんもありますけど、はい、もっとなんか、ジムっていうと無機質な感じの。そうですね、なんか、だいぶアットホームな感じで、ですよね、はい、女性が使いやすいかなって、すごい思いますね。このグローブもこんなカラフルなの。そうです。こんな色の初めて見ました。結構、K-1のグローブ、カラーいっぱいあるの多くて、女性とか使ってる方多いですね。実際に使ってるグローブと同じですか。あ、そうです、全く一緒だと思います。はい、すごい。現役のリキ選手に中を案内して、はい、ください。案内してお願いします。こっち、こいつになるんですけど、なんかかわいい、はい、やっぱ女性向けって感じしますね。そうですね、カウンターもあって、ここ何していいんですか。このカウンター、必要書類書くところでもあるんですけど、スタッフの人とここで話したりとか、ちょっと 待ったりとか、そういう感じですね。そうです、へー、はい。で、こちらがこいつになります。まあ、いっぱいグッズがある。あ、うちにもあります。クラッシュタオルじゃないですか、これ。あ、そうですね。あと、くじもよく見てください、これ。これ、すごくないですか。普通にこれね、めっちゃ使ってます。こんなタレントさんいないかもしれないですね。こうき選手が2個出るっていうね。はい、でも、こうき選手、今、絶好調だから。僕が出てた試合の時に一緒にやってて。はい、はい、はい、クラッシュですか。あ、そうです。僕が出た試合の多分セミかセミセミぐらいでやってたんですけど、めっちゃいい試合しましたね。リキ選手、次の試合いつですか。次は、まだ正式に全然決まってないんですけど、うん、まあ、この前の3月に出て多分次は7月以降になると思うんで、まあ、クラッシュだと思うんですけど、はいはい、またぜひよく応援してください。行きます。はい、ドラクエホール行きます。今日は特別に撮影ということで、他のお客さんいない時間。そうですね、はい、今はいない状態で、はい、してくださってですね、はい、ありがとうございます。すごい可愛い、はい、白を基調とした、全然本当なんか ジムっぽくない。今のジムってこうなのかな。こういうジムは少ないのかなと思いますね。そうですね、はい、お化粧セットもあるんだ、はい、ありがたい、こういうのアメニティが、はい、今こんな感じで撮ってます。シャワーも、はい、しかも4つ、女性長いからかな、お風呂が。まあ、それもありますよね、やっぱり、ね、はい、時間かかっちゃうから。シャワー4つのジムってあんまないと思うんで、すごいですよね。はい、なんかしかも、おしゃれシャンプーじゃないですか。そうなんですよ、なんか。やっぱ女性向きですね。そうなんですよ。ここですね。はい、失礼します。あ、すごい、いろいろ。基本的にはウェイトの器具、ヨガマットとかもあるんですけど、うんうん、女性の方でもパーソナルとかでウェイトトレーニングをする方がすごい多いんで、はい、ダンベルとかもあって、すごい、ダンスもできそうなぐらい、こんな大きい。できると思います。実際ヨガとかも多分やってるんで、はい、だから結構本当に広いですよね。ですよね、はい、この間武尊選手とコラボさせてもらった時に、はいはい、サンドバッグ使ってないか。
見ました。あ、見ました見ました、はい、じゃあちょっと今日は私、はい、リッチ選手にどんなメニューを教えていただけるんですかね。僕は基本的には結構その人と相談して決めたいなっていう感じなんで、はい、例えば女性の方とか特になんですけど、はい、ハードにこうやりたいよっていうのは、俺もうめっちゃ動きたいって人もいれば、私ちょっと体力ないんだよね、不安なんだよねって人はそれに合わせてみたいなのもありますし、はい、熊田さんにお任せします。本当ですか。これ使ってみたいです。あ、いいですね、はい、使ってみます。いいですか、はい。まあ、年齢的に私40なのと、はい、あとちょっと言い訳なんですけど、今1時間ちょっとポールダンスやってきたんですよ、はい、なんで体力は持久力ないと思って教えてください、はい、そこは最終的には気合ではい力先生、はい、お願いします。お願いします。マスク取ったらめっちゃ若い。若いですか。いや、おいくつですか。いや、25です。あ、はい、一回り以上違うんで。あ、え、はい、一回、そうです。え、40です。え、そう、40なんです。はい、リアル3、リアル35ぐらいイメージだった。イメージですか。はい、なんでちょっとボディケア頑張りたいのでお願いします。はい、お願いします。一回、こっち正面に向いて、はい、またがりで座ってもらったんです。はい、地面にこうやってついてもらって。あ、すごい、なんかやり返せがまずこっち使うんですけど、おー、はい、これやってる感ありますね、これでまずしっかり、胸をですね、はい、張るようにしてもらって、はい、肩甲骨、あの、わかります、わかります、肩甲骨をちょっと寄せるように構えてもらってもいいですか、はい、そうです。で、その体勢を崩さないままゆっくり前に押して、で、伸ばしきらずにそのままこの位置まで戻してください。え、ちょっといきますね。ちょっと、え、ちょっと動かないかも。重さ下げていい。はい、やっていきます。あ、動いた。はい、伸ばしきらずにこのままもうちょっと伸ばしても大丈夫です。で、ぐーで、これもガチャンってならないところまで、あ、ゆっくり、はい、ゆっくりです。で、これ10回、ちょっと10回、はい、はい、いきます。1、2、そうそうそう、そういう感じです。3、これ二の腕、そうです、全部使いますね。4、そうなんだ、そうそうそう、はい、5、6、そう、1、いいですね。8、9、はい、ラストいきましょう。はい、はい、10、OK です、完璧確かに背中意識すると背中鍛えられる感じがして、ここ腕かもしれない。いや、腕もすごい効くと思うんで、はい、女性だと結構今重り軽いんですけど、これぐらいでもきつい今どのぐらいなんですか。今で 9.1、はい、9.1キロ、はい、結構でも女性の方でも回数とか重量を上げていけば全然もっといきますね、はい、へー、はい、ここだけ太くなったりしないんですか。これやり方にすごいよるんで、さっきみたいなフォームが崩れちゃって回数も多すぎるとか、はい、やっちゃうと太くなったりはあるんですけど、正しいやり方でやると、まあ、基本的にウエイトはそんなに、はい、女性も太くなったりあんまないです、はい、パーソナルってこんなしっかりついてくれるんですか。あ、全然そうですね。これ撮影じゃなくて本当に普通に、はい、いや、本当にこんな感じでやってます。えー、はい、めっちゃ豪華ですね確かにねえ、はい、もうちょっとド S にやりますけど今回は、あ、そうなんですね、はいはい、僕はね、はい、あ、そうなんですか、はい、そっか、じゃあ、はい、普段通りのド S モードでございます。はい、はい、まあでもこんな感じで結構、はい、本当にマンツーマンで45分間やる感じです、はい、じゃあ2種目目いきましょうか、はい、次こっち側向いてもらうんですけど、はい、はい、でまた一緒の感じでやる。こっち向きに座るんですか。あ、そうです。へえ、こうですか。はい、分かりました。ここの肩甲骨をグッと寄せるような感じ。分かりました、はい、いきます。はい、1、そうそう、もっと寄せましょう。もっと寄せ、はい、もっと寄せ、そう、そこそこまで、そこまで、はい、で、おー、そばキック、はい、2、そうそう、あー、いいですね、いいですね、そう、3、そう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 、10、はい、OK です。おー、 OK です、 OK です、 OK です、いい感じです。おー、はい、面白い。重量が軽くても正しいフォームでやると結構効くんで、なんかサンドバッグ使って、あとちょっと夢なんですけど、はい、グローブはめてみたいんですよ。はい、やりましょう。いいですか。はい、はい、やりましょう。お願いします待って
待って。